2時プレーボールがコールされた。この番組はファッションライフを創造するみゆき家織の提供でお送りします。わずか半世紀前、男はこんなにいい顔をしていた。みゆき秋冬のテーマはオーセンティックスピリッツ、本物の心。アドパリはイギリスの良き時代、良き男たちの生き様に本物のルーツを求めました。心に優しいみゆきアドパリ。フォーマルで遊ぼう。みゆきが送る新しいフォーマルブック、みゆきフォーマルクラブ完成。この一冊にニューフォーマルのすべてを満載しました。今フォーマルが面白い、みゆきフォーマルクラブ。本屋さんにはありません。お近くのテーラー、デパートでどうぞ。昭和13年、南海軍の名でプロ野球9番目のチームとして誕生した。戦後昭和21年に鶴岡和人監督のもと初優勝した南海は、昭和34年の日本シリーズで天才サブマリン杉浦が血染めの4連投4連勝、宿敵巨人を破り初の日本一の座についた。杉浦は2年目のこのシーズン38勝4敗、投手部門のタイトルを独占、もちろん MVP にも選ばれた。しかし2年後の日本シリーズ、南海勝利まであと1人に迫った9回2アウト、ここで藤尾のフライを寺田が落球。さらにスタンカの投じた4球目を炎上寺球審がボールの宣告。スタンカは猛烈な勢いでマウンドを駆け下りた。そして気落ちしたスタンカは次の球をライト線へ運ばれ、巨人にサヨナラ負けを喫した。もちろんこのシリーズを失ったのは言うまでもない。昭和30年代のヒーローといえばノムさん、野村克也。戦後初の三冠王となったバッティングとささやき戦法に代表されるシンキングベースボールで、南海の捕手というより日本一の捕手の座をつかんだ。走りや広瀬義則、出塁するや2投3投、広瀬のヒットは三塁打と同じと言われた。オリンピックイヤーの昭和39年、対阪神日本シリーズ、別名なにわシリーズ、軍配は南海に上がり2度目の日本一。第6第7戦に連続シャットアウトの離れ技を演じたのはジョー・スタンカだった。青年監督野村の手でパ・リーグを制したのは昭和48年のことだった。しかし南海にとってこれが最後の胴上げとなろうとは誰が予想しただろうか。今回南海が50年の歴史に幕を閉じることになるわけなんですが、はい、いかがですか。まあね、人からはねよく聞かれますけどね、寂しいことはちょっと寂しいということは言いますけどね、しかしこれだけ時代もどん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 変わってますし、プラス面の方へ行くんですから、私は球界のためにも特に、パリーグのためにもですね、非常に私はいいことだと思いますね、うん。それはホークスの選手にとっても、選手にとってもね、皆待遇も良くなりますし、それからひょっとしたら屋根付き球場も作ろうかいうぐらいですから、それほど力を入れてられますから、やりがいは私はうんと選手にもあると思いますね、うん。昭和50年以降、成績は下降の一途、冬の時代を迎えた。しかし名門ホークスの危機に南海ファンは立ち上がった。俺が一生懸命1年間ベッドを置いて太鼓叩いて応援したものの気持ちじゃおほら思いせやおすぐおらお前
猛然と涙の抗議。ついには署名運動が起こるまでになった。ここは南海ファンの店にある通称南海の間。右も左もサインや帽子やユニフォームでグリーン一色。南海ホークスはまだまだ不滅です。ほんまショックでしたけどね。でも私もやっぱり大阪で商売する人間ですのでね、やっぱり大栄や南海のその気持ちも分かるので、もうしょうがないと自分ではもう思ってます。この部屋はこれからどうされますか？今あの選手のですね、色紙は全員もうコーチから全部、監督さんから全部あるんですからね、また一つ一つまたオレンジの色でね、色紙全員のサインをまた、もらって一つずつまた、貼っていきたいと思ってます。この日3万2000と超満員に膨れ上がった大阪球場を舞台にグリーン軍団が大暴れ。球場内に入れないファンは街頭テレビでの観戦。ホークスフィーバーは頂点に達した。4対4のシーソーゲーム。8回裏南海の攻撃、バッターは岸川。ホークスファンの夢を乗せ打球はレフト。そしてついにあと一人。引退した時に読売巨人軍は不滅です、まあこういった言葉を使ったわけですけども、ホークスは不滅です。ありがとうございました。行ってまいります。思い出がありすぎてね、今勝っては浮かばないんですけど、僕はあのこの大阪球場がね、日本人の球場だと思っておりましたもんね。まあ離れるということは非常に残念ですね。あまり本当正直言って強くなかったですからね。やっぱりあの負け試合とかね、結構あの嫌なムードとかそういうのも覚えてますしね。また逆に勝った時はね、あのそれ以上に明るいですからね。だから、まあ、そういうのはやっぱり勝った時も負けた時も思い出しますね。南海ホークス、パズタ選手にとって何でしたか？やはり育ててくれた親であり、まあ、親っていうか父であり母であった、こう大きな懐だったかもしれません、はい。半世紀にわたりプロ野球ファンを喜ばせ、悔しがらせ、楽しませてくれた名門南海ホークス。
今まさに終わりを告げようとしている。しかしこれは新たな出発の始まりでもある。園田信弘、バイオリン製作のゴールドメダリスト。サウンドボードの木質は一枚一枚異なる顔を持っている。その特徴を読み、20分の1ミリの精度で肉厚を微調整するという。自然が生み出した最高のマテリアルを、みゆきの洗練された技術で仕上げる手作りの最高級福祉ナポレナ。この番組はファッションライフを創造するみゆき毛織の提供でお送りしました。